2023年、10月5日、広島瀬戸内新聞ニュース号外でございます。この度ね、Amazon のですね、配達ドライバーに、ね、労災が認定されました。まあ、あの配達作業中に、ね、転倒して50日ぐらいね休まなきゃいけなくなったということで、で Amazon はね、ロダイバーをね、個人事業主扱いにしてね、使い捨てにするというね、そういうせこい手法をね、取ってきたわけですけどね、それを許さない方でありました。まあ、労災が認められるということはですね、労働者として認めるという形、つまりいろんなね、労働法制ですよね。まあ、最低賃金法も含むね、今いろんな労働法制が、ね、適用されるという形にね、これでね、なりました。まあ、結局ね、消費者もね、アマゾンのね、まあ、そういう安さの背景にね、あるね、こういうね、今まであった理不尽にね、思いを馳せるということをしていこうではありませんか。そしてね、今回やっぱりこういうね、結果に結びついたのはね、労働組合のね、活動のね、賜物であります。東京ユニオンがね、取り組まれました。東京のね、東京ユニオンのね、候補しました。まあね、横須賀のね、アマゾンの下請け会社で働くね、この東京ユニオンの支部のね、組合員であるね、ドライバーの、ね、方のね、怪我がね、労災と認められたということでね、ですね。だもうね、今までアマゾンはね、ドライバーをね、個人事業主として扱ってね、雇用者責任からね、逃げ続けたということですけどもね、こういったアマゾンのね、せこい政策はね、まあ、根本からね、見直されるということに、なります。うん。まあね、弁護士の皆さんもね、本当に、お疲れ様でございました。ありがとうございます。ね、まあ、下請けであってもね、アマゾンの配布するアプリを使ってね、配達することに強いられてるわけですね。だから指揮命令下にあったというわけですね。明らかにね。だからドライバーはね、日給制でね、だから当日アプリを開くまではね、わからないと。で、配送を拒否することもできないと。だから拒否することもできないってことは、まあ、自営業者としてのね、自由にできる部分もほとんどないと。だからもう、それでも業務、受け負う契約を強いられてね、労災もね、残業代もね、休憩時間も全てなしにされてたという状況があるわけですね。しかも、怪我をしてもだからね、自分持ちと。まあ、めちゃくちゃですよね。うん。だけどもう、労働者として認められたわけですからね、全てのね、労働法がね、適用対象になってきますね。まあ、下手するとね、だから社会保険料なんかもね、とか年金なんかもね、かけてね、いかなきゃいけないってことになりますよね。ただ、下請け会社っていうのはね、多分アマゾンからね、それだけ労働者として扱えるだけのね、下請け代金受け取っていないっていうかね、可能性はね、高いと思います。まあ、逆にね、OP 案にやってる可能性はなくはないかもしれないけどね。だとにかくね、アマゾンとしてのね、ビジネスモデルの変更はね、迫られる。だからアメリカではね、アマゾンのね、ドライバーはね、労働者だし、イタリアでもね、やっぱりドライバーを個人受けとしてるのは違法だって判断が出たと。だから日本だけがね、こういうことがね、許されてるっていうのはね、おかしいわけでね。だからね、そういうおかしいね、多分日本のアマゾンっていうのは非常におかしい会社になってるというところがね、ですよね。まあほんとね、こういうね、素晴らしい認定をね、勝ち取られたね、労働組合とね、弁護団、そしてね、今回ばかりね、認定をしたね、労働者もね、まあ、良かったと。厚労省もね、まあ、とにかく最大限利用してね、労働者の権利をね、まあ、厚労省っていうのを、こういうね、行政的な仕組みをね、利用してね、拡充していくってことはね、大事ではないかな、というふうにね、思う次第でございます。これ、以下はね、まあ、今日の情報ね、Facebook のね、東海林さとしね、毎日新聞記者のね、Facebook からね、まあ、引用する形でありまして、本当に非常にすごいね、判断でございます。ね、労働組合のね、力と、弁護団、そして、ね、まあ、厚生労働省も、ね、よくやったと、いうことでね、本当に良かったと思います。それではね、皆さん本日はね、どこかでお会いいたしましょう。週末、8日にはね、子供食堂もあります。そこでお会いできる方、お会いしていきましょう。またね、明日はね、ズームミーティング、
佐藤修一と広島政治ガツンと申すやります。あの同じね、アドレスですんでね、ぜひね、また、そこでもね、お会いできる方はね、お会いしていきましょう。それでは皆さん、本当にね、ありがとうございました。それではね、失礼いたします。仕事も行ってまいります。